はい、リエルです。今日は、有名作家さん四十郎さんの、プランターに寄せ植えします。今日は四角なので、細かいとこもゆっくり見てください。寄せ植えしていきます。これ出来上がりは、今週の大分総林館である、なんだっけ、多肉カーニバルにディスプレイとして置きます。ぜひ見に来てくださいね。それでは寄せ植え作っていきます。細かいところもね、見ておいてください。よいしょ、ちょっとセットしますんでね。始まってますよ。始まってるの？はい、始まってますよ。はい、ほら、土ね。ほら、土いっぱい入れてください。はい、ちょっと長くなるかも。よいしょ。ちょっとこれだけちょっと見ますか。ちょっと。よいしょ。今日は表面だけネルソル使います。お客さんに壊されちゃうからね。もうすぐ。ネルソル。ネルソル。やめないけど。はい、拾ってきた鍋です。拾ってきた鍋。なんじゃ、鍋じゃねえの。え？ボール？あ、そう。よいしょ。これも一緒で、あの下地だけきれいにね、してあげたらきれいに並ぶからね。とりあえず適当に乗せてしまいましょう。よいしょ。ですね。今日はちょっと10分じゃね、終わらないけど、ちょっとコツをね、覚えて皆さん寄せ植えしてみてください。可愛いからね。慣れたら誰でもね、人に褒められる寄せ植えね、作れますからね。映ってないよね。映ってないよね。よいしょ。あんまり慣れてないけどね。表面だけしたらね。次はもっと大きい寄せ植えもするのでね、ぜひいろいろコツを、細かいところをね、たまに決めておいてください。正面をね、決めてね。で、やり方はもう自分のやりやすいやり方ね、覚えたらそれでいいですよ。正解はないのでね、いろんな寄せ植えしてみてください。よしよしよし。
よいしょ、それでは行きましょうかね。まずちょっと可愛い乙女心だからね。もう根っこは枯れたとこは処分してくださいね。取ってあげてね、育たないでいいからね。よいしょ、これ怖いんじゃね。これ長い茎があるやつを刺すときはピンセットで穴開けてあげたらいいからね。よいしょよいしょ、盆栽だ、盆栽。枯葉とかも取ってあげてくださいね。まあ、そこで引っこ抜いてきたからね。あ、映ってない。はい、よいしょ、ね、処理をしてあげてください。寄せ植えはスピードじゃないからね、ゆっくり納得いくまでねしてあげてください。ネルスくっつくからいいね、簡単に立つ。行きましょうかピンク色白、よっしゃ、こういう感じでいくかね。いつもどこからやるんですかっていうのがあるけど、もうこれ気分なので、好きなとこからやってください。ただ隙間が開かないようにね、色を見て苗に角度つけてやってみてください。カメラが難しいね。そして同じ大きさの苗が並ばないようにしてあげると可愛く見えます、ね、同じ大きさのばっかり並べると並べただけみたいに見えちゃうからね。よいしょ、はい、根っこの処理ね、もう根っこいらないから取っちゃってください。よいしょ、ダニエルいただきました。カメラの、ね、配置が難しいんだこれ。アップすぎて外れちゃうんですね。よいしょ、よいしょ、いいっすね、いいっすね、いいっすね、いいっすよ、うんうん、ちっちゃいね、ちっちゃいね、ちっちゃいね。これいいやな、もうピンク尽くしですね。で、四角い鉢は角をきれいにしてあげるとまとまって見えますよ。カメラ、この辺も邪魔だしね。ちょっと、いや、出来上がりはあれなので、いいっすよ、いいっすよ。こう下地をきれいにしてあげてくださいね。しましま、あ、これもよかった。もう可愛くね。うん、はい。こうね、映ってる。すぐ映らなくなっちゃうからね。うん、よいしょ。どういうこと？一回ここまで。うん、あ、そうなの。まあいいでしょう。よいしょ。よいしょ。こういうね、枯葉とか全部取ってくださいね。枯葉ね、かわいいでしょ、ちっちゃいのね。で、葉っぱ取って苗の大きさを調整して、取った葉っぱは剥がしね、できるからね、やってみてください。映ってない時があるね。え、何それ。ダメで、禁止禁止。よいしょ、いろんなやり方があるからね、やりやすいやり方でやってください。うん、
つくからいいですね。そして並べるの飽きてきたらたまにセダンもするとかね。秋っぽいからね。ちまちまするときは下地をきれいにねしてあげたら、ここ映ってないな、で寄せ植えは1週間ぐらいかな、したら苗が痩せてくるからね、ぎゅうぎゅうに入れてあげたらずっと可愛い維持できますよ。でちょっと暗いなと思ったら黄色のセダムとかをね入れてあげると可愛くなります。これもすぐ根っこが出るからね。明るくなるでしょ。寄せ植えは自己満足やからね、自分ができたと思ったらいいんですよ。決まりはありません。楽しんでくださいね。しつこくいろいろ入れてあげてください。種類が多いほど可愛く見えますよ。この大分銀行に飾りますので、ぜひ見に来てくださいね。よいしょ、ちょっと行こうか。よいしょ。で葉っぱの形とかもね、いろいろゆっくりととんがりといろんな種類を順番に入れてあげたら可愛いですよ。よいしょ、裏行こうか。このパズルみたいにね、やってあげましょうか。いいですよ、隙間をなくするようにね。可愛いでしょ。慣れてなくてすいませんね。よいしょ。こうか。こうか。
ろんな種類ね入れてあげてくださいね。だから葉差しは大事ですよ。お金かからないでね、子供使えるからね。ちっちゃい苗なかなか売ってないからですね。そしてこういう苗ですね。こういう苗は葉っぱを取って形を作ってあげます。取ったら可愛くなるんですよ。可愛くなるまで葉っぱを取ります。どうかな、可愛くなった。もっと取っていいね。これが葉差しになるからね、うん、いいですよ。まとまったでしょ、ぷくぷくでしょ、ね。うわ、メルソビロンビロンですね。よいしょよいしょ、ね、大きさも違うのをね入れてあげてくださいね。よいしょよいしょ、こういう間のセダムは置くだけでいいですよ。根っこが伸びて刺さるからね。見た目重視で。よいしょ。うん、かわいいでしょ。よいしょ、このまま入れようか。もう色の使い方ですね。いろいろ色重ねてあげると可愛いですよ、ね、明るくなるでしょ。よいしょ、うん、よいしょ、うん、よいしょ。揃えてね。下の飾りを作りましょう。映るかな。はい。こういうところに可愛いの。後からちょっと足すだけで可愛いですよ。これ鳥カラーの赤ちゃんね。ピンクの赤ちゃん。鳥カラーね、こういう。うん、ほら、あ、出た。こういうんですよね。こういうのをこう重ねて置いてあげると、可愛さアップですね。よいしょ。よいしょ。可愛いでしょ？もうやり方は自由なんでね。ただ鉢の角をきれいにしてあげると可愛く見えます、ね、今度ここをきれいにね細かくしてあげると可愛いですよ。これ可愛い、ね、カメレオン錦です。可愛いですね。
で今日よく質問で、水をそんなにあげて大丈夫なんですかとか言われますが、またこれも今度、動画で作りますけども、もう環境ができてたらね何も怖くないですよ、ね、これまた動画で作りますね、説明をね。よいしょ、もう高さを揃えてあげます、ね、隙間がないようにね、立体的にね、色ですね、色を考えて違う色を並べてあげますね。よいしょ、で高さ同じぐらいの苗の大きさのものは高さ揃えるとまとまって見えます、ね、で立体的にねいきますけどね。よいしょ、この形の違うのを並べると可愛く見えます。よいしょ、よいしょ、あ、かわいいのあった、これかわいいでしょ、はい、乙女心のブックブックです、これかわいいでしょ。こっちの角に入れてあげましょうか、ね、はい、あとレッドベリーね、レッドベリーはこれ肥料が効いてるからこんな色ですね。肥料が抜けると真っ赤になります。またそれも動画でねしますね。まだ緑色です。黄色いのはドサッと入れていいですよ。もうこれは気分ね、気分。見えるかな、ピンク色か、よいしょ、よいしょね、ここから行こうか、
だいぶ時間経った。10分ぐらい取った。もう分からないことはコメント欄で言ってください。今度まとめてあの動画にしてお返事しますのでね、すいませんね。蕎麦黄金万年草ですね。そうか、名前言うの忘れてね。こう乗せるだけでいいからね。だいぶ豪華になってきたしね。寄せ植えしつこさが大事ですね。手で見えないね。ちょっとずつ慣れていきますのでね。かわいいでしょ。よいしょ、次もうちょっと。撮影が下手すぎて、下手すぎる。よいしょ。
しめてな。パズル。赤とかピンクに黄色入れると可愛いでしょ。色の使い方ね。こうやってセダム束でいいですからね。バラバラでもね、突っ込んであげたら根っこ出ますからね。指でポンポンってしてあげてね。そしてここで細かいね、鳥カラーとかね、こういうのですね。鳥カラーの新芽が可愛いですね。こう細かいとこ、みんな大きいとこから使うからね。こう新芽映ってないね。こう新芽中の方にあるこう細かいとこね。どこだかも。こういうのね。こういう綺麗、こういうのを角に少し入れてあげると映えます。しつこさね。よいしょよいしょ、完成です。本当はね、まだもっとやりたいんですけどね。正面こっちか、正面こっち、よいしょよいしょ、こういう感じですね。可愛いでしょ。いいですか。乙女心、可愛いでしょ。よいしょ。ぜひ大分銀行に見に来てください。また寄せ植え教室もするので、やりたい人は申し込んでください。座れるだけ、しますよ。ぜひお願いします。長い時間ありがとうございました。登録といいねお願いします。それではまた四十郎さんの鉢です。ありがとう。